はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回はね、シルエットから答えを連想しよう、シルエットクイズというゲームをやってみたいと思います。これ結構面白そうなんですよね。分かったら答えるから回答しようと。 OK、 ザ CM クイズやっていきましょう。あ、これもうここだけで分かるくない？頭脳は大人ってやつだけで。こういうのって、まあ、シルエットだからギリ許可とかも OK なんですかね。これは、コナンでいいのかな？ OK！ 正解おめでとう。完璧っぽく見えて、組織が絡むと先走りすぎて、凡ミスを犯す上、隠し事が苦手。もっといいとこ褒めてやれよ。次へ行きましょう。年齢は1302歳。俺、これわかんないんだけど。え、トトロって1302歳なの？俺初めて知ったんだけど。メイと初めて会った時の台声は、ドドボーこの前見たからわかるわ。ザコモンスター、あーね、スラのイムですよね。正解。俺結構ね、 FF っていうよりは完全にドラクエ派なんで、不定型のアメーバ状生物ではないため、攻撃時は体当たりしてくる。硬いのか？なんか気持ち悪い感じが、なんかダメージを、精神的ダメージを負わすんじゃないの？あー、今頃再ブレイクって書いてあるから、おそ松くんなのか、おそ松さんなのか、どっちなんだろう。おそ松でいいかな？オッケー！これでトド松とかだったら困るからな。シルエットだけじゃわかんないからね。六つ子全員で二十歳になっても親のすねをかじり続ける伝説的ニート、今年再ブレイクして不女子が大熱狂してたね。そうですね。まあでも面白かったからな。はい、あとで。え、惑星を吹っ飛ばせんの？これはセーラームーンでいいんだよね。オッケー。もう見てた記憶はあるけど、お母さんが見てたな。実は万能の力を持ち、あらゆるものの浄化をしたり、星を消滅させることもできる。つまり、他のヒーローとは比較にならないくらい強い。強いんだね。まあ、でもこういう漫画界最強は何かみたいなスキルね。架空の島。ひょうたん島？あ！キョロちゃん。キョロちゃんってどこの島なんだっけ？キョロ島とかなのかな？チョコレート島かな？キョロちゃん。オッケー。優れた運動能力と戦闘能力を持つ。キョロちゃんのファミコンソフトっていう、キョロちゃん多分唯一の、まあ、ゲームボーイとかあるかもしんないけど、キョロちゃんほぼ唯一のファミコンソフトがあるんだけど、それ家にあったね。なんかあれらしいね、あのプレミアソフトらしいけど、双子の兄だったらこれ危ないよ、これみんな波平って打つじゃん。これは海平の方ですね。波平の双子のお兄さんのね、地方にいる方、海平兄さん。オッケー。危ない危ない。ちょっと難易度高くなってきたぞ、これ。福岡県在住であるが、特に九州方言を使う様子はない。そこなの。100キロ以上の服を着てる。なんだ、100キロ以上の服着てるって。あ！え？ピッコロ？ピッコロさんかな？なんかピッコロさんのあれにはちょっとムキムキに見えない？ピッコロ。あ、合ってた合ってた。ちょっとムキムキに見えるよね。名前の由来は前述の、木管楽器ピッコロフルートから。片当てがどんどん伸びていく。最終的には3倍くらいの長さになっているそんなとこじゃないだろ、ピッコロの説明。まあ、わからない。もしかしたらネイルだったかもしんないからね。〇〇界のヒロイン。難しいぞ、これ。あ、なんだっけ、これ。キリミちゃんだ。ちょっとここら辺になってくると怪しくなってくる、俺。バカなでいいのかな？オッケー！危ねえ！まだいけるぞ、俺。初めて切り身になった日は8月31日。どういうことなんだろう？野菜だから。野菜じゃねえな。切り身だもんな。どういうことだ？ネギ！初音ミクかな？あー、初音ミクですね。ボーカロイド。名前の由来は未来から初めての音がやってくるという意味で、初めての音から初音、未来からミク。これ知らなかった人結構いるんじゃない？初めて聞いたんだけど。なるほど、そういうことだったんだ、由来は。
ノーヒント、うわ困る。ここの次の問題のとこのヒントが結構大事だったりするからさ、これねみんなわかんない人いると思うけど、俺は結構ねあのご当地鉄道っていうなんだボードゲーム、Wii のボードゲームで俺やったことが結構あって、そこでチーバくんってキャラが出てたんだよ。千葉県のゆるキャラなんだけど、千葉の形をしてるからチーバくんなんだよね。それがでもノーヒントって結構厳しいよね。 OK。 千葉県のマスコットキャラ、好奇心旺盛で勇気と情熱を持ってるらしい。勇気と情熱、自爆霊、自爆霊、あ、ジバニャンね。はい、なんか耳かけてるんだね。交通事故になったんだっけ、この猫、飼い主を守ったかなんかで。腹巻きにはチョコ棒がなんと15本入る。ちなみに車に離れた死亡した過去を持つ。だから自爆霊のジバニャンなんだね。意外に重いよね。じゃねえよ、何それ軽っステラおばさんじゃねえよ。あれ、じゃあもう近藤春菜ってこと？いや、おかしいだろこれ、ちょっとおかしいでしょ。ステラおばさんだけど、いや近藤春菜の方じゃないだろこれ。いや、ステラおばさんじゃねえよ。ステラおばさんに間違えた？違うんだよ、似てるけど。いや似てるけどさ、これはステラおばさんでしょ。もうシルエットもまんまじゃん。ちょっとこのアプリなんかおかしなとこ俺見せてきたと思うなこれ。元はギャグ漫画、元は、あー筋肉マンね、筋肉マン、オッケー、正解おめでとう。いつか最後まで読んでみたいよね。まだ終わってないからね筋肉マン。本名江川すぐる、改め猪木寛治元は、定期的にニンニクを摂取しないと弱体化する設定だけど、いつの間にかに忘れられている。そういうのあるよね、だんだん変わっていくこと。3月10日、あーこれなんか薬局にある像じゃない？佐藤製薬かなんかの、なんだろう、佐藤ちゃんとかだっけ。あってた、よかった、加藤ちゃんみたいな。1959年に生まれた人生の大先輩、実は妹もいる。妹なんて言うんだろうね、父ちゃんかな。進化しません、絶対。ポケモン、あピカチュウ、まあ、これはもう完璧ですよ。さっきの佐藤ちゃんのが難しくないか。ボールが嫌い、他のピカチュウが登場する際はサトシのピカチュウと区別するために個体差がある。あーちょっと色が濃かったりとかね、あのヒロシのピカチュウとかも色違ったもんね、アニメで。おとぼけドロイド、なんだそれ、今んとこなんとかなってる。 R2D2 か、スターウォーズ見たことないんだけど、これでいいのかな、 R2D2。 よーし、オッケー。まあ、形が結構特徴的だもんね。決して無口ではなく、甲高い機械語を発して愚痴ったり悲鳴を上げたりしてるらしい。へえ。なんか黄色のやつは結構喋ってるイメージあるけど、首なし状態でも問題なし。わかんなくなるまで行くぞ俺は。あ彼はアソパソマソさんですね。オッケー。最近これのアプリをよくやってるわ。これのアプリではないけど、極度の上がり症、実は顔を全て分け与え首なし状態でも問題なく空を飛べる。怖くないか、首なしライダーじゃん。お供アイルーか、あー完全にアイルーもうアイルー自体がもう主人公に なりだしたもんね。アイルーがなんか、なんかニャンターみたいな感じで使えるんでしょ本編でも。基本的に一人称が僕が多いがメスの可能性が高いらしい。アイルーはメスが多いんだ。ピーマン食べれる？しんちゃん。なんかしんちゃんでかくない？しんちゃん。オッケー。正式名称じゃなくてよかった。ストライクゾーンは20歳周辺で、アイススケートで4回転半ジャンプを決める運動神経の持ち主。20歳周辺だったらミサイももはや、ちょっとぐらいはなんか守備範囲に入っちゃいそうだけどな。3年 E 組。何それ。あ、ぬふるふふふふ先生で伸ばし棒でいいのかな。オッケー。背伸びすると3メートルぐらいの身長を持つ。触手だらけの下半身は履いていない。あ、なんだこれ、埼玉に梅太郎、マジでわかんないぞ俺これ。あ、
坂本龍馬ってこと？突然なんか実物の人物が実際の人物出てきたぞ。日本で初めて水虫になった人いや言われてないけどなった人はいると思うよ。水虫という名前を作っただけじゃない。昭和62年4月17日誕生日。昭和62年。え、警視庁のマスコットだよねこれ。ピーポくん、ピーポくん、よーし、オッケー、まだいけるぜ俺は。名前の由来は人々のピープルと、警察のポリスの頭文字からピーポくん。あー、そうだったんだ。真っ白、真っ白ってなんだ。あー、矢吹ジョー、漢字かな、矢吹ジョー。あー、よかった、ギリいけた。まだ俺はいけるぜ。実は真っ白になった後もジョーは死んでいない。死んでないんだ、あれ灰になっただけ。そうだったんだ。妖精、あ、フナッシー、イエーイ、フナッシー最近みんないらっしゃいよ。着ぐるみの中に入っている人は頭がいいらしい。家具屋さんなんだよな。 B ダッシュ、完全にマリオさん。ヒゲがもうなんかくり抜かれてんじゃん、マリオ。配管号で身長155センチの20代後半男性。若いな。好きな食べ物は スパゲッティで体重は秘密。おっさんの体重に興味ねえわ。元祖破天荒。現在は吉村なのかな。なるほど。赤殿。よし。志村けんだね。あいやー、あいえぞ。もともとは1977年に8時だよ全員集合中に放送されたコント。それがもうなんかスピンオフじゃないけどもう大元になったんだな。いやもう28問目だよ。タイガーマスク、なんかもう虎の門から逃げ出したなんかプロレスラーみたいな感じだね。だからなんか波紋、なんか抜け人みたいな感じで、なんか抜け出したやつは全員許さねえみたいなのが鉄の掟みたいなね。愛車はジャガーピラーナ。個人に寄付しすぎて資格を放たれる。ちょっとドジだけどいい人。もともと個人に住んでたんだよね、ちびっこハウス。テンパ、結構いけるもんだな。あー、坂田銀時、映画するよな。はい、いけるもんですね。ゴミ捨て場に放置されていたエロ本をかすめ取るほどのスケベ。そこじゃないでしょう。でもう29もいったから30ぐらいで終わっとくか。知的生命体、俺だな。あ、新一、新一、右、寄生獣好きだわ。右腕の、動きについては基本的に右に主導権があると。オッケー、おお、結構すごくないか。こんなとこまで行っちゃったよ。そうだよね、サタンバレー3分が限界。結構これいけそうですね。一番難しかったのは佐藤くんだけど。とりあえずここまで来ることはできました。ということで今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。シルエットクイズでした。皆さんもねちょっと最後までクリアしてみてください。ご視聴ありがとうございました。レトルトさーん。